アルペジオ練習の本当。はい、アルペジオですね。分散和音、コードトーンをこう分散して弾くってやつですよね。うん、例えば Em7 だったらこんな感じみたいなね。うん、でこのアルペジオってもうね、本読んでもそうだし、動画見てもそうだし、人に習ってもそうですけど、アルペジオめちゃくちゃ大事ですよっつって、もう最初はそっかと思って、ものすごくこうモチベーション高く持ってみんな一生懸命練習するんですけども、結構早い段階でスーってそのモチベーションが下がってって、結局あんまり練習しないで使いこなせるようにならないと。もう大半このパターンですね。うん、でこれアルペジオってそのどうやって考えるかってところなんですけど、実はね、アルペジオ練習っていうのをこうなんていうのかな、モチベーションを保って練習しようって思った時は、実はね、このねギターを弾いて練習するよりも、このねギターをね一回ね置いちゃった方がいいですね。うん、もう弾かないで頭で考える、アルペジオって何なんだろうって、そこに気づかないとアルペジオの練習のモチベーションって保てないと思うんですよ。うん、それをねちょっとやってみたいと思うんですが、例えばさっき Em7 のアルペジオやりましたよねこれ例えばこの Em7 のアルペジオは一体どこで使えますかっていう、ふうに問われたら、なんて答えますかね。多分大半の人は Em7 のアルペジオだから Em7 っていうコードが来たら使えるっていうふうに答えると思うんですよ。うん、それね、一曲の中で Em7 ってコードが出現する確率ってどんだけですかね。でしょ、もうそこ来るまで使えないって言ったら、もう使うところないじゃないですか、そこが来るまで。つまりアルペジオって使用頻度がものすごい低いって勘違いしてる人が多いんですよ。だからこの使用頻度が低いって勘違いしてるから、いっぱい練習しても使うとこ少ないから、結論としてあんまり練習しなくなるってとこに結びついちゃうんですよね。だからさっき言ったギターを弾いて練習するんじゃなくて、まずは頭で考えてアルペジオってなんだっていうところに言及した方がいいと思うんですよ。はい、そこでこうなんていうのかな、弾き合いに出てくる音楽理論がダイアトニックコードっていう考え方。まあ意外とね、これは基本中の基本のその音楽理論ですけども、まあ例えばキーが C で C メジャースケールだったら C メジャースケールをこう並べて、それをこうね、ビルドアップアイサードって言いますけども、そのスケールを使ってコードをこう積み上げていくと、いわゆるダイアトニックコードっていうのが生まれてくると。それ全部 C メジャースケールで作り上げたコードたちですよね。例えば C メジャースケールなら C メジャー7、Dm7、Em7、F メジャー7、G7、Am7、Bm7、フラット5って言ってこう、ダイアトニックコードが出現してくるわけですよ。さあ、今 Em7 って出てきたじゃないですか。ね、これ Em7 って確かに Em7 のコードトーンではあるけども、もう一つの側面として、それって全部 C メジャースケールの音じゃないっていう考え方ができると思うんですよ。さあ、だって皆さん、アドリブの最初の基本はスケールとかで大雑把にそのキーの中でアドリブとかインプロビゼーション取るっていうのが最初のスタートじゃないですかね。その C メジャースケールの音をこう自由に使って、だったら Em7 のアルペジオの音たちは C メジャースケールの音たちなんだから、別に Em7 の上でしか使えないっていう論法しかないっていうことはありえないですよね。Em7 の上でも使えるし、見方を変えればこれは C メジャースケールの音の一部なんだから、キーが C だったらどこで使ってもいいっていう発想にたどり着きませんか。そうしたら、さっき言った Em7 が来るまで使えないっていう論理は破綻して、キーが C の場所で使えるところならどこでも使えるっていうなら、一気に使用頻度グーンと上がりません。そう、アルペジオっていうのはその使用頻度が上げられる、使用頻度を上げられる音楽理論を有した時に初めて、よっしゃ練習しようって気になるはずなんですよ。さあ、じゃあそれを実際に本当っていうのをここで証明したいと思います。バッキングで、コードを Dm7、G7、Cm7 のこの何ていうのかな、このコードバッキングを鳴らしますんで、そこで Em7 のアルペジオしか弾かないです。何が起きるかやってみましょう。
どうですか、コード進行の中に Em7 どこにもないですよ。そう、私は今 Em7 のアルペジオを Em7 のコードトーンとして考えたんじゃなくて、キーが C の音たちの一部だと考えて使ったわけです。そしたら使用頻度グーンと上がったわけですよね。なのでアルペジオの練習っていうのは、アルペジオの練習をする前にアルペジオの使用頻度を上げられる、アルペジオの使用頻度は思いっきり上げられるんだぞっていう音楽理論を頭の中に有して、それを掴んでからさあやろうっていうモチベーションにつなげる、これが大事なんですよね。いかがでしょうか。